西南学院大学は福岡県福岡市沢良西陣6丁目2番92号に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された大学の略称は西南大、西南南部バプテスト連盟の宣教師 CEK 道者により設立された私立西南学院を基礎とするキリスト教主義学校である。西南学院の名称は 関西と東北地方に本学に専攻して、ミッションスクールが設立されており、カレッジすなわち、学院と名乗っていた2校のうち、関西はウエストジャパンカレッジ、東北はノースジャパンカレッジと称したことから、本学の地をサウスウエストすなわち、西南として、西南学院と名付けられた。西南学院と名付ければ、 日本の北東から南西に、キリスト教主義学校という鎖が完成する。という JH 老の提案によるものだった1916年5月30日、福岡西南学院長ドジャー資産官のため来イン。西南、BE トゥルーツクリスト CK ドジャーが、臨終に際して言い残した、西南よ、キリストに忠実なれという言葉が、見学の精神とされている。創立時から、 多くの外国人の教員がいる。28カ国、95大学と国際交流協定を結び、学生の交換留学、教授、研究員の交流を行っている。教育は、外して少人数教育を重視している。日本最古の学生スピーチコンテスト、ギャロット杯を ESS が主催している。スクールカラーが表すように自由で明るい学風。語学教育を重視している。 留学生や留学経験者、外国人教員が多いことでも知られている。アメリカ合衆国の南部バプテスト連盟宣教師により設立された学校であり、その流れを組む日本バプテスト連盟との関係は現在も深い。進学部は日本バプテスト連盟の教派人学校としての使命も追っている。バプテスト教会から多額の補助を受けていた時期もあり、 南部バプティスト連盟より宣教師の派遣を受けており、学院長もこれら宣教師が就任することが通例であった。しかし1970年代より南部バプティスト連盟の保守化が進み、2000年代に入ると、米国における極端なキリスト教原理主義化の波が学院に大きな影響を与えることになる。詳細は後日、チャールズ・ケルス・イドージャーをはじめ、文学や、 生物学などの専門分野を研究、教育した。歴代の学院長を初代から15代までのうち7人が、宣教師が占めるなど、多くは学院の顔として、地域でも活躍した。1961年、児童教育などに尽くした、学院創立者 CK ドージャーの妻 MB ドージャーは、外国人として初の西日本文化賞を受けた。西南学院が経営する大学。 高校、中学などにこれまで勤務した宣教師は90人以上。いずれも全米最大のプロテスタント組織である南部バプテスト連盟から派遣され、給与などの経費は米側が負担してきた。しかし、2000年に南部バプテスト連盟が進行宣言を改定して、妻は夫にうやうやしく従うべきだと各調整を強調し、女性が 牧師になることを制限する文言などを加えた。海外の宣教師にも宣言への同意署名を求め、拒否した宣教師は絶縁になった。こういった米国の極端なキリスト教原理主義化の波は、西南学院にも一石を投じ、ブッシュドクトリンを積極的に支持するなど受け過を強める米国協会に派遣された宣教師たちがついていけなくなり解雇され帰国した。 2004年夏から秋にかけて、宣言への署名を拒否した、当時の学院長 LKCE と進学部教授、H.C. ジョンソン文学部教授が任期を終えりにちし、宣教師は不在になった。学院に泊まった4人の元宣教師は、南部バプテスト連盟を離れ、学院の専任教員として採用された。学部研究科専門職大学院、専攻科別科短期大学部付属機関、 西南学院大学図書館前にある、町子先生と、サザエさん、福岡県福岡市沢楽急ランキンチャペル、研究グループ、ありがとうございます。